それでは始めさせていただきます。英語のタイトル、ちょっとまあ変えて、こんなような、タイトルにしてしまったんですが、今日お話しする内容としては、まあ、今まで高次元の話でしたけれども、主に3次元の話になります。で、今までの、講義の方でも出てまいりましたけど、少し、まあ、基本的な線形代数の大事なところをちょっと、復習を兼ねてですね、お話ししたいと思います。それから、まあ、私、Vesta という、挙手構造の可視化のソフトを作っておりますけれども、まあ、そのソフトを使って、まあ、普通に挙手構造を描くとかいうのは多分皆さん簡単に使えると思うので、複数の構造をですね、比較するために、向きを、挙手構造の向きを揃えたり、異なる格子の設定を、変換したり、原点を移動したりというような使い方について、重点的にお話ししたいと思います。それから、まあ、今、開発中の機能なんかについても、ちょっと簡単にご紹介をして、最後に、まあ、練習問題のようなものをですね、いくつか用意しています。で、この練習問題の部分、結構たくさん、用意して、いるんですけれども、まあ、インタラクティブな形で、うまくこのズーム上でできるかどうかちょっとよくわからないんですけれども、一応、このスライドにですね、その各演習問題で何をするかというのを簡単に、書きましたので、後ほどこのスライド自体も、皆さんにシェアをして、それから、そこで使っていただくデータも、皆さんにお配りをして、やってみたいと思います。まず、すごく基本的な、線形代数の話からですけれども、まあ、話を簡単にするために3次元で、話していきます。後で次元を上げても、全部そのまま成り立つんですけれども、まずは、ユニットセル、について、まあ、通常の、まあ、3次元の結晶というのは、平身周期性を持っていて、その、周期 A 軸、B 軸、C 軸の、3方向のベクトルがありますけれども、この、ベクトル成分をそれぞれ、まあ、列ベクトルで表すと、まあ、単位格子を表すような、三々の行列というのが定義できます。で、この、A 軸、B 軸、C 軸の長さを、規定にして、原子の座標などを表す、UVW というような、フラクショナルコーディネーツで表すことができます。で、これを、まあ、より直感的なといいますか、実際の、3次元の、カルテシアンコーディネーツ、赤直交座標形ですね、に、変換するためには、この UVW の座標に、それぞれ、A、B、C の、ベクトルの成分を掛け合わせてあげればいいわけです。で、これは、線形変換の、関係にありまして、ベクトル R に、三々のマトリックス A をかければ計算することができます。で、このユニットセルを表す、三々の行列ですけれども、この取り方というのは、いくらでも方法があります。ちょっとすいません。Vesta ではですね、A 軸を、まあ、赤直交座標形の X 軸に合わせて、XY 平面内に B 軸、そして、C スターがですね、まあ、その、
XY 平面に直行するような向きに、取ってるんですけれども、逆にですね、例えばですけれども、C 軸が、Z 軸と一致して、ZY 平面内に B 軸があるような、取り方をすることもできます。でこの2つの違いというのは、もう単純に、空間の中に、単位法をどういう向きにで置くかという、その違いだけです。ですので、まあある回転行列をかけてやればこの2つは、一緒にすることができて、まあ、任意の向きに置くことができます。で、可視化の際には実際に、このような変換が必要なんですけれども、座標系が、違うことによって表現変わってくるといろいろ面倒くさいので、可視化以外の場面ではですね、ほとんどが、この メトリックマトリクスというものを使います。それをまあ G で表していますけれども、このユニットセルを表す33のマトリックスの点地行列 と、A 自身を掛け合わせたもので、対角項が、ユニットセルの、各軸長の、事情、それから非対角項が、各、ベクトル、軸ベクトルの、内積になっています。成分書き下すと、例えば、ここの項ですね。ここの項は、例えば、AB、コサイン、ガンマとか、そういうような値になります。ちなみに、ユニットセルボリュームの、事情というのは、この、マトリックス G の行列式で表すことができます。今度は逆行列です。もう全く同じなので、まあ、テンポよくいきたいと思いますけれども、今度逆行列を表す、ごめんなさい、逆行詞ですね、リサイプロカルラティスを表す、ような、33のマトリックスを考えます。で、今度先ほどと、行と列を入れ替えて書いてるんですけれども、まあ、これもちょっと意味があります。で、この、A スターという行列は、先ほど考えていた A という行列の逆行列になっていて、まあ、成分で表すとこういうふうに書けます。で、これも、まあ、A をどういう向きに取ったかに、依存しますけれども、メトリック、マトリックスを、このように定義しますと、こちらは、空間中にこの、A とか A スターをどういう向きに置いたかということには、関係がなくなって、純粋に、ユニットセル、この場合ですと、リサイプロカルラティスの形状のみを反映した、値になります。で、逆行列なので、A スターと A を掛け合わせると1という関係、1というか、単位行列という関係が成り立ちます。逆光子ベクトルの今度は変換ですけれども、逆光子ベクトルは、今度は、行列 A スターによって、逆空間上で、積直行座標形に、変換することができます。で、この逆、光子ベクトルというのは、光子面、HKL 面の、方線を表す、ベクトルになっています。それは、直行座標形で考えてもそうですし、逆光子空間の、逆光子を規定にとった空間で考えてもそのようになっています。で、このベクトルの、長さというのが、光子面間隔に対応しています。
例えば結晶構造因子の、計算とかですね、しばしば、HKL と UVW との、内積が出てきますけれども、この、内積というのは、直交座標形に、変換してから行っても、そのまま、こちらの指数で扱っても、結果としては一緒になります。ですから、例えば、この内積が、0になるというときは、格子面 HKL が、ある小体 UVW の上に乗っているというようなことに、なります。あとは、この、ベクトルの長さの事情ですけれども、これは先ほどの、逆格子のメトリックマトリックスを使って、このように書くことができます。今度は、対称操作についてです。対称操作については、このある座標をですね、回転させたり、あるいはミラーで反転させたりする部分を表す三三の行列と、それから、平行移動を表す、ベクトルでもって、こんな感じで表すことができます。もともと XYZ という座標があったときに、それに、この33の行列をかけて、さらに、並進をさせると、その、対称性で関連付けられる新たな、座標を得ることができます。ですが、これを、次元を1個増やしてですね、先ほど行列とベクトル別々だったものを1個にまとめてしまうことができます。33の部分がこの、部分、それから並進を表す部分がその後ろのここですけれども、行をもう1個増やして、0001という行を足して、44の正方行列を作る。で、座標の方も1個成分増やして、4成分で、書くと、先ほどの座標変換というのは単純な、マトリックスとベクトルの掛け算に、書き直すことができます。で、最後の成分というのはここは必ず1で、ここも必ず0001という、値です。ですから、通常は気にしなくてもいいんですけれども、コンピューター上で数値計算をするときなどにはですね、この余分な次元を1個足してあげると、便利になります。何が便利かと言いますと、このようにしてあげますと、逆向きの、シンメトリーオペレーションというのを、このシンメトリーオペレーション W の逆行列として、非常にシンプルに定義することができます。今度は、シンメトリーオペレーションではなくて、何らかの座標変換を、考えてみたいと思います。でも、先ほどの、シンメトリーオペレーションと基本的には全く同じ形で、書くことができまして、P と Q と2種類マトリックスがあるのは後で説明しますけれども、例えば Q を成分で書き下すと、33の、回転、今度は回転以外にもサイズが変わってしまうような、行列式が1ではないような、ものも考えるんですけれども、そのような、行列と、あと並進を表す部分になります。で、先ほどまでお話ししてきたいろんな成分が、じゃあこの座標変換によって、どういうふうに変換されるかと言いますと、ブラベー格子の、基本ベクトルというのは、この P というマトリックスによって、このように変換されます。
それから、実行詞の方の、メトリックマトリックスは、P の天地行列を左からかけて、メトリックマトリックスに、今度右側から、P をかける。逆行詞のメトリックマトリックスに関しては、今度 P ではなくて、Q というのは P の、逆行列ですね。それを、まあ、やはり左右から挟んでかけると。で、座標は、平身も、関わってきますので、44の行列を、まあ、このようにかけて変換されると。まあ、こういうような関係が成り立ってきます。で、今、お話ししてきた関係というのは、座標が、次元が3次元よりも大きくなっても、すべて成り立ちます。問題は、まあ、その高次元をこういったベクトルに、どうやって表すかということですけれども、まあ、それは、初めの藤田先生です、いや、あるいは山田先生の、講義の方で、説明されていた通りです。あとは、対称性の、グループについてです。まあ、群、グループの、定義について簡単にちょっと、書き下したんですけれども、まあ、多分初めの3つはかなり自明なことで、1番目はまず高等操作があるということ、それから2番目は、逆の操作が定義できるということ。で3番目は、操作の、順番に関して、まあ、交換法則が成り立つと。で、4番目が、一番重要で、グループを、まあ、なすのであれば、例えば A と B があるグループに含まれる場合には、この A と B をの、こう組み合わせたものというのも、そのグループに、含まれる。で、この関係を使うと、まあ、空間群などの、すべての対象操作、をですね、扱わなくても、その中で独立なものだけを、記述すれば、あとは、まあ、コンピューター上などで、残りの対象操作というのは自動で発生させることができます。で、まあ、この部分だけちょっと、6次元で書いてみたんですけれども、例えば6次元の、超立方公式のこのような、まあ、対称性の、ものを考えますと、独立の、シメトリーオペレーションとしては、この4つの、ものが挙げられます。5回回転軸と3回回転軸と、それから、2回回転軸、それから、インバージョンですね。で、あとこれらを、任意の組み合わせで任意の回数掛け合わせたものも、この、対称性のシメトリーオペレーションに必ずなるわけですから、新しいものが出てくる。来なくなるまでですね、これを掛け合わせて、発生させてあげれば、いいということになります。で、まあ、そのように、して、シメトリーオペレーションを、入力をして、それから、6次元の、単位法を入力して、あげますと、これは結晶外形を描いたものですけれども、まあ、こういったこのようにですね、次元が上がっても同じように、まあ、扱うことができます。ちなみに、この場合は、免震の F ラティスですので、格子の、平身がこれに追加であります。で、6次元の、F 格子は、全部で32個導火点がありますけれども、
6次元の、超立方公式に限っては、この、そのうちの一つをですね、同じように、まあ、ジェネレーターとして扱って、これを任意の回数、他のものと掛け合わせると、残りの32個の導火点もすべて導出することができます。まあ、通常は、この格子の並進に関しては、ジェネレーターとは別に扱って、ここで出てきたシメトリーオペレーションに、プラス格子の並進がある場合は、それも、足し合わせるというような操作を行います。まあ、それでちょっと描いてみたのが、準結晶の結晶外形なんですけれども、こちらが、正、ごめんなさい、正ではないですね、三重面体、それから、こちらは、正十二面体ですね。まあ、先ほどまでの関係を6次元に、拡張して、その6次元のうちの、物理空間3次元分だけを、使って結晶外形を表すと、まあ、このようなものを描くことができます。ちなみに、五角十二面体というのは、3次元の結晶においてもよく見られる形なんですが、3次元の結晶の場合に出てくる五角十二面体というのは、正十二面体ではもちろんなくてですね、五角形が歪んだこのような形をしています。先ほど、座標変換の、三々のマトリックスと、それから並進を表す、行列ということを説明しましたけれども、ベスタのソフトウェア上で、そのような、変換のマトリックス、それから、原点の移動の、ベクトルですね、を入れると、構造を任意の格子に、取り直すことができます。例えばですけれども、まあ、こういう、マトリックスを、入れて、F 格子から、P 格子に変換したり、逆にこちら側のマトリックスを入れて、P 格子から F 格子に変換したりというようなことができます。この辺は後で、練習問題に入っています。で、まあ、全く同じ機能ですけれども、それを使うと、まあ、向きを変えたりするだけではなくてですね、こういった巨大な超光子を作ったり、でその超光子も、A 軸や B 軸 の、 向きを好きに設定できるので、向きをちょっと変えてこんな風に取ったりと、まあ、任意の変換をすることができます。で、こういう変換をしたときに、当然、ユニットセルが巨大になった場合には、シンメトリーオペレーションだけでは、これら大量の原子全部出てこないので、追加の原子をですね、何らかの方法で発生してあげる必要があります。で、方法としては2通りあって、新しい、ユニットセルが元の、空間群と同じ対称性を保っている場合には、一つ目のオプションを使うことができて、これは、サイトとしては増やさない、つまり、クリスタログラフィックな、サイトの数は維持したまま、導火点をどんどん増やしていくという方法です。で、対称性が変換後に変わってしまう場合は、これだと構造が壊れるので、まあ、よりジェネラルに使えるオプションとしては、まあ、2番目の方法がありまして、それはもう新しいサイトをどんどん、構造を足していくというようなものになります。で、まあ、何もしないという選択肢も取ることができます。
あとは、今度逆に、大きな、格子を、小さな、何か基本構造に、変換した場合には、同じ位置にたくさんの原子が重なってしまうということが起こります。で、それらを、今度は1個のサイトにマージすると。同じ、場所に重なったサイトを1個にマージするという機能もあります。で、例えばですね、後で例をお示ししますけれども、こういうその機能を使ってですね、対称性の、低い空間群から、対称性が上がった空間群の構造を導出することができます。対称性が低い方から高い方に上げますと、特殊位置の周りにですね、原子がたくさんすごく近接した位置に、特殊位置からちょっと外れた近接した位置にたくさんの原子が発生してしまうというようなことが、一般的に起こるんですけれども、それらを、まあ、1個にマージして平均位置を取ってやると、まあ、特殊位置に落ちるので高い対称性の構造を作り出すことができます。これはそのような、座標変換で作り出した構造の、一例なんですけれども、まあ、すごくありふれた SiO2 の、結晶構造がこちらになりまして、その SiO2 の結晶構造を、モノクリニックの座標に取り直すことができます。で、そのモノクリニックへの、変換マトリックスがこちらなんですけれども、で、そのように格子を取り直すと、またちょっと別の、特殊な SiO2 のフェーズで、モガナイトと呼ばれているものがあるんですけれども、それと、うり2つの構造が出てきます。で、今、お示ししている投影方向だとうり2つなんですけれども、これを90度、回転させますと2つの構造の違いというのがはっきり見えてくる。で、これが原点の座標で、新しい格子の向きというのは、列ベクトルで、入れていきます。この場合ですと、210方向というのが、新しい格子の A 軸方向になって、B 軸はそのまま、で C 軸を2倍にしています。この辺は実際に、データを用意しました。この辺は一応文字で書き起こしたんですけれども、先ほどご説明してきた、ことになります。で、変換行列どこで、調べるかということなんですけれども、このビルバオクリスタルグラフィックサーバーというところに、スペースグループシメトリーというツールの中にマックスサブというのがあります。あともう一個、ミンサップというのもあって、こちらが、部分群を調べるもの。それからこちらが、あるスペースグループのスーパーグループを調べるものになります。ただですね、まあ、先ほどのツールで調べると、スーパーグループを調べようとしても、いつでも、対称性の高い方から対称性を落とす場合のマトリックスかしか、表示されないので、対称性を上げたいときは、逆行列を計算する必要が出てきてしまうんですね。ちょっとめんどくさいので、逆行列を計算しなくて済む方法というのもあります。逆行列を計算しなくても、まあ、ベスタを使うと、この辺の変換をすることができて、
まあ、これはどこで変換行列を、入れるかということなんですけれども、実際に構造を変える前にこの変換行列を入れて、これを元に戻すときに座標を、変換の計算を行うというようなことをすると、逆行列を計算しなくても済みます。あとは、まあ特定の結晶、面上で の, あの原子配列を見るような、方法とかですね。あとは、まあ、現在、開発中なんですけれども、まあ、少しずつ単に可視化するだけではなくて、コマンドラインからいろんな機能を使えるようにしようとしています。で、まあ、コマンドの一覧、今のところ、ここに挙げたものでして、まあ、後でこのスライドを皆さんにシェアしますので、そこで改めて見ていただければいいと思うんですけれども、例えば、使い方としては、コマンドによっては全く、ウィンドウを立ち上げることなくですね、完結することができまして、これは、ファイルを読み込んで別のファイルフォーマットで、書き出すような、場合ですね。で、まあ、それは、まあ、他にもツールいろいろありますし、そのぐらいですと面白くないんですけれども、あとは例えば、SIF ファイルを読み取って、その中で、ユニークな結合、あるいは、ユニークな結合を書く、それから、ハイタメンタに関する情報なんかをですね、ずらずらと、書き出すというようなことも、できます。で、まあ、この辺の機能をもうちょっと拡張して、将来的に、準結晶に特有な、クラスターをですね、既存の、3次元の結晶の中からも探し出すような機能を将来的には入れたいなと思っています。ちょっと Mac ではこのモード動かないんですけれども、あともう一つは、この NoGUI というコマンドを打たずに、ベスト画面が出ているところでいろんなコマンドを使うと、ターミナルではなくて、ここのテキストエリアのところに先ほどのような情報がずらずらと、表示されます。内容は、スライドの方は、まあ、このぐらいにしまして、データをちょっと一回画面を切ります。今、ズームの、チャットの機能を使って、皆さんに、演習問題で使おうと思っていた、まあ、ZIP ファイルをちょっとお送りしたんですけれども、それから、スライドの方も、お送りしようと思います。すみません、ちょっとスライド重たいんですけれども、何時まででしたっけ？あ、すみません。先生の講演時間は、4時55分までです。4時55分。まだ時間ありますね。そうしましたら、今、皆様に、practices.zip というファイルと、それから、今使っている、プレゼンテーションそのものをですね、シェアさせていただいたんですけれども、
6つぐらい、内容を用意してみました。多分全部は、説明しきれないと思うので、多分見ればわかるようなものは、どうしようかな。少し、駆け足で行って、見ただけではわからなそうなところをちょっと追加で説明していきたいと思います。もしよろしければ、実際に皆さんも、Vestaの画面をですね、今開いて、今お送りしたファイルをちょっと開けながら、見ていただければと思います。例えば、1番目は複数の構造比較についてなんですけれども、低温で測定したデータと高温で測定したデータが2個あって、でこれら、空間群も異なっていると、想定があって、でそれらを、空間群によって原点の取り方が異なるので、原点がちょっと違っているので、それを、揃えて、同一画面上で、比較をするというような例になります。で、そのようなことをすると、例えば、想定位の前後でですね、どのぐらい、原子が動いたかというようなことを画面上で見ることができます。この場合ですと、例えば、SIO、SI の角度が何度ぐらい、回転しているかというようなことをですね、画面上で計算することができるようになります。多分、これは比較的簡単なので、飛ばして、これを、やってみたいと思います。例えば今、対称性を、下げてモノクリニックの格子にしますので、一回シンメトリーをなくしてしまって、これですね。そうすると、ごめんなさい、最初の状態をちょっとお見せしてなかったので、もう一回いきますね。まあ、最初は、シリコンと、酸素1個ずつの、独立のサイトしかないんですけれども、シンメトリーなくしてしまうと、シリコン3個に、酸素6個が、発生されます。で、この状態で先ほどの、変換行列をここに入力していきます。で、格子のサイズが変わるときは、まあ、こういう警告が出るんですけれども、まあ、そのまま Yes にしていただいて、2番目の選択肢、サイトの数を増やすというのを選択していただいて、OK と。ごめんなさい、なんか間違えてますね。ちょっともう一回やります。大丈夫ですね。そうすると、アルファベータがガンマが90度の、シュードールソロンビックのユニットセルになります。
この状態だと、ちょっと変換行列が入ったままなので、もう一回、リムーブシンメトリーというボタンを押していただいてから、今度このユニットセルは、C2 の、シンメトリーを持ちますので、新しい空間群を設定し直します。で、アプライと押しても画面上何も変わらないので、正しい、設定ができていると。ただ、今の場合は、発生させた、原子が大量に、ダブっているので、ダブっているサイトを、まあ、デフォルトの値でもいいんですけれども、ここの式位置をどのぐらい、重なっている原子同士が近接していたら、それを一つにマージするかという、式位置です。今の場合は、厳密にサイトが重なっているので、まあ、デフォルトの非常に小さい値でもいいんですけれども、対称性が低い方から高い方に上げた場合は、例えば 0.1 オングストロームとか 0.2 オングストロームとか、ある程度の距離、特殊位置から外れてますから、ここの値を少し大きめにすると、きちんと高い対称性の構造が得られます。で、この構造と、モアナイトの構造を見比べていただくと、これでもまだちょっと原点が違っているので、分かりにくいかもしれませんが、こんな感じになります。で、こういう複数の構造を、重ねる方法をご説明したいと思います。まあ、別のウィンドウで、位置を合わせて描いておいて、こうパラパラ漫画のようにして比較をするというのも、まあ、一つの方法で、それはそれで見やすいんですけれども、それですと、距離を測ったりすることができませんので、この画面上にもう一個別のデータを重ねたいと思います。オリジナルの、三方格子のデータを、今読み込みました。で、今度はですね、座標変換はせずに、この、こちらが、このクリニック、こちらが、トリゴナルですけども、座標変換せずに、向きを合わせることができます。まあ、六方格子の、210方向が、このモノクリニックの100に合うように、します。で、まだちょっとこれ原点がずれてるんで変なところに重なってますけれども、原点の平行移動を入れますと、これで2つの構造を同一画面に重ねているんですけれども、ぴったり重なって、どっちかどっちか、今同じ構造を変換して表示しているので当たり前ですけれども、区別がつかないような状態になっています。座標変換に関してはもちろん、3次元の、平身周期がある結晶についてしか、ここは機能しませんので、準結晶の、一部分を取り出したようなクラスターには適用することができません。でもその場合でも、
ここを使うと、向き、この下のところで、どのベクトルを、どのレイヤーのどのベクトルと平行にするかというのを設定することができますので、ここで向き、それから、上のこちら側で、相対的な位置ですね。それを合わせて、ドイツ画面で比較することができます。このプラクティス3ぐらいまでが今ご説明したところになります。4番目ですけれども、先ほどは対称性が低い方に座標変換しましたけれども、対称性が今度上がる方向への、座標変換をしたいと思います。ストロンチウムジルコニウムの、ペロブスカイト構造ですけれども、今これはテトラゴナルのフェーズになります。で、さらに高温では、基本構造であるキュービックに対称性が上がるんですが、このようなデータからその高温のデータをですね、模擬的に作るようなことができます。で、先ほどの、ご紹介したビルバオクリスタログラフィックサーバーで、調べることができる変換マトリックスというのは、この上の方になります。こちらです。対称性が、高い方から、対称性が低い方への、変換マトリックスになります。で、今、こちらは手計算で、計算したものですけれども、まあ、これが計算しなくてもですね、変換することができます。ここの2つのオプションの違いは何かと言いますと、デフォルトのオプションですと、変換マトリックスを入れた後に、それによって、すべての、パラメータが座標変換を行います。で、一方、2番目ですと、変換マトリックスだけをセットして、座標変換を行わないようなオプションになります。で、この状態で、先ほどの、変換行列を入力しておきます。それで、今度は、ユニットセルも、それから、座標も全く変わっていません。で、今度は、ここのオプションを元に戻してから、このマトリックスをですね、元に戻します。何をやっているかというと、先ほどの変換マトリックスをかけた後に表示していた構造が、現れるような状態に持っていったわけですね。で、それを元に戻すときに今度逆向きの変換をさせると、いうわけです。
で、多分、お分かりいただけるでしょうか。高い対称性ではですね、ここが、一つの、サイトになるんですけれども、そういったところが、分割されたようなモデルが出てきました。それで、一個操作忘れてましたね。この段階で、空間群を正しいものに設定し直します。あ、間違えました。F じゃないですね。ごめんなさい。これが正しいキュービックの空間ですね。PM3 by M。で、最後に、重複する原子を一個にマージすると、高対称の、構造がこのように量子することができます。あと二つ、例題を用意したんですが、多分、1個目は、丁寧にご説明している時間がないと思うので、5番目を、やってみたいと思います。これは、2つの構造を、重ね合わせて、モアレパターンを見る、ものになります。これはイリジウムのメタルの、結晶構造ですけれども、ごく単純な、FCC のラティスです。で、これの、11面上での、グラフェンが作る、モアレパターンを作りたいと思います。まず、モアレを見るためにある程度広い範囲を表示する必要があるので、表示範囲を広げます。そうすると、大量の原子が表示されている状態ですね。ちょっと重たいですけど、ね。で、今度は111面を切り出します。ここで、このバウンダリーは平行6面体しか指定することができないので、任意の面を出せないので、任意の面を出すためには、その平行6面体を、格子面で切ります。例えば、111面で、原点から、1オングストロムちょっとのところに、入る原子だけを表示するようにします。
そうすると今、画面の上半分が、切れてなくなった状態です。で、同じことを今度画面の下半分にもやります。今度、指数を反転させて、同じくらいの感覚。そうすると、画面の下半分もなくなって、ちょうど、原子層1層分だけが、現れたような状態になります。まあ、いう感じですね。次にここに、グラフェンのシートを載せたいと思います。グラフェンの構造ですけれども、これはグラファイトの構造から、今切り出して、作ろうと思います。グラファイトのユニットセルの結晶構造データを今度は読み込んで、この状態でアプライすると向きがまあ変な方向になっているので、これの向きを揃えます。すみません、時間がないんですけれども。ラフェンの001方向を、イリジウムの111方向に合わせる。でそれから、グラフェンの510面を、1番の面に合わせると。これで、向きは揃ったはずなので、あとはグラフェンのシートを大きく作れば、わかりますでしょうかね、回れパターンになっているのが。ちょっとユニットセルが邪魔なので消します。このような回れパターンを作ることができます。まあ、こんな感じで、同一の画面でいろいろな構造を比較したり、重ね合わせたときにですね、どのぐらいそれが構造的に近いのかというのを見ることができます。大体以上です。どうもありがとうございました。